はい、杉尾君、はい、共同会派の杉尾でございます質問の機会をいただきましてありがとうございますまず新型コロナ問題から専門家会議の脇田座長に伺います先週19日地域の感染状況に応じた対応するという基本的な考え方が示されました簡潔にポイントを説明してください日本感染症研究所と脇田貴司君、はい、ご説明いたします 3月19日の専門家会議の状況分析、提言における地域ごとの対応に関する基本的な考え方は、日本のどこかでオーバーシュートが生じた場合に、それが地域ごとに断続的に発生していくことを想定した上えで、社会、経済機能への影響を最小限としながら、感染拡大、クラスター連鎖の防止を図っていくための対策のバランスの考え方を、地域の感染状況別に整理したものでございます。この基本的な考え方では、 感染状況が拡大傾向にある地域、2番目に感染状況が収束に向かい始めている地域、並びに一定程度に収まっている地域、3番目に感染状況が確認されていない地域の3つに地域を分類させていただきますで。これらの地域の流行状況については、1番目に新規の感染者数、2番目に実効再生産数、3番目に感染源、いわゆるリンクがわからない、 感染者数などの要素を考慮して分析することを想定しておりますでこれらのデータは、都道府県において把握をされておりますけれども、2番目の実効再生産数の算出に当たりましては、必要に応じて、新型コロナウイルス感染症対策推進本部のクラスター対策班等が支援を行うということで、承知をしております杉尾、はいはい、秀哉君。はい、今、3つのです、ね、地域に分けた対応という話がありました、その地域ということなんですけれども、 これは都道府県単位なのか、それとも市町村単位なのか、またこうしたその対応の違いに明確な基準というのはこれ、あるんでしょうか脇田研究所長、はい、あの先ほどの述べたとおりあの、地域の流行状況におきましては、あの新規の感染者数、実効再生産数、それからリンクの分からない感染者数ということの,あの要素を各都道府県が考慮して分析するということを想定しております。 したがって、その区域につきましては、各都道府県の実情と流行状況に応じて、各都道府県においてご判断をいただくべきというふうに考えております。で、一方で、対策といいますか、その3つの,その地域においての,あの対応でございますけれども、そもそもその流行状況にかかわらず、これまで申し上げてきたように、密閉空間、密集場所、それから密接した場面という3つの条件が同時に重なった場所を、 徹底的に避けていただくということが重要で、まあ、これがクラスターの発生を避けることに重要でございます。でさらに、流行の拡大を避けるためには、大規模イベント等の開催を慎重に検討していただくということが重要と考えております。でさらに、のこの分類に基づく対策といたしましては、あの感染状況が拡大傾向にある地域では、まん延の恐それが高い段階にならないように、社会経済活動への影響等も考慮しながら、地域における自粛等の必要性において検討していただく。 それから感染状況が収束に向かい始めている地域並びに、一定程度に収まっている地域では、人の集まるイベント等を徹底的に回避する対策をした上えで、感染拡大のリスクの低い活動から徐々に解除するということを検討していただくこと、感染状況が確認されていない地域では、急激な感染拡大への備えをした上で、学校におけるさまざまな活動屋外、屋外でのスポーツ等において、適切にそれらのリスクを判断して、 感染拡大のリスクの低い活動から実証すること等をお示ししております。以上です。杉尾秀哉君。はい。えー、脇田座長、ここまでで結構です。ありがとうございます。いいすはい。脇田座長、答えていただいて結構です。はい。はい。杉尾君。はい。まあ、都道府県単位でですね、え、まあ、判断するということでした。まあ、こうした中でですね、大阪府知事が、えー。この連休の前ですけれども、週末にですね。 大阪のの往来自粛というのを呼びかけました吉村知事は厚労省の提案というふうに説明しているんですけれども、これは事実なんでしょうか加藤厚生労働大臣。あの私ども、厚労省にクラスター班というのを設置をさせていただいて、特に感染者数が多い地域、まあ、最初、北海道からでありますけれども。 それぞれの都道府県の要請に応じて、専門家、並びにまあ我が省の人間も場合によっては同行することがありますが、派遣をさせていただいておりまして、今回は大阪府、兵庫県に対して、今申し上げたクラスター班の専門家がそちらへ出向いていってです、ね、現状、あるいは今後の対応について議論をさせていただいた、こういうことであります。はい、杉君、はい 資料をお配りしました資料1でございまた、えっと、これがですね、その大阪兵庫間の往来の自粛を呼びかけた根拠になっている、今、大臣から説明いただいた資料でございますけれども、真ん中から下の方にありますけど、これ、大阪府、兵庫県内外の不要不急な往来の自粛になっているんですが、 これがなぜか大阪、兵庫県のですね、の往来というふうに限定されて、まあ、伝わったということがございました。まあ、なかなかですね、ご自治体の首長さんも判断が悩ましいところですけれども、そもそもこの資料自体がです、ね、当初、非公開扱いとされてましたこれはなんででしょう加藤厚生労働大臣。 これはの非公開ということでというよりは、むしろそうした場所の議論にせこう、うん、資する資料をです、ねまあ、いろんなものを集めて提供させていただいておりますので、す、え、べ、ー、て公表をベースというわけではありませんでした。あしたがってあのその段階では 例えばこれれれを分析された方もおられます当然その方の了解も取っているわけではありません、あくまでも両者の協議に必要な資料ということで、きょ了解を取っているわけでありますから、したがって、今回のケースでは、大阪の方からやはり政策判断のベースにしたいということでお話があったんで、ですね作られた方の了解も取って、今、公表していただいている、こういう経緯であります。 杉尾秀也君これは大阪の吉村知事の判断で公表したということなんですけれども、他の地域もです、ね、同様の調査というかです、ね、予測があると思います、ご説明ください加藤厚生労働大臣あの。例えばこのケースで、今、お配りの資料です、ね、あの試算で数字がありますけれども、はい、これはそれぞれの地域において、枯発事例、要するにリンクがつながっていない事例と。 感染者数がどう増えていくかっていうモデルを作りまして、それからその地域の状況で、これから枯発事例がどう伸びるかっていう推計をし、そこから感染者数を出す、まあ、簡単に言えばこういうモデルなんで、地域、地域によって、今言った作りが変わってくる、ですから、今回、大阪、兵庫と、それから東京からお話がありましたんで、それぞれについては、こういった資料を作ってお話をさせていただいた、東京についても、東京都のホームページで出したやつは載っているというふうに承知をしております杉山君。 大阪兵庫の全域でですね。えー、これは二週間の間に。七十八人が三千三百人という四十倍に増えるという。非常にショッキングな試算でございます。まあ、これに驚いて、吉村知事がですね。まあ、慌てて、先ほどのような自粛要請をしたと。東京があるということなんですけど、これは公開されてますか。加藤厚生労働大臣。あの、東京都のホームページに、で、公表されているっていうふうに承知をしてます。杉浦君。はい こうした資料はです、ね、極力先ほどの話もありましたけれども、国民の皆さんに速やかに出していただくようにです、ね、要望いたします。それから昨日文科省が学校再開に関するガイドラインを発表いたしました。まあ、これをもってです、ね、えー、先月から始まっておりました学校の一斉休校要請、これを取りやめという認識でよろしいんでしょうか文部科学副大臣、上野道子さん。 杉尾委員にお答えします国内の感染状況については、一部の地域での感染拡大が見られ、どこかの地域を発端として、爆発的な感染拡大を伴う大流行につながりかねないという状況にはあるものの、現時点では爆発的な感染拡大には進んでいないという分析が示されています。これをを踏まえて引き続き続十分な警戒を行いつつ 原則とととして全ての学校が再開されることとなりますただし、各学校におかれましては、春休み中はもとより、新学期開始以降も、以後もですね、引き続き警戒を一切緩めることがあってはなりません。このことを学校関係者の方々にも十分ご認識いただく必要がございます。また、今後も学校において、感染者が判明した場合には、 学校の設置者において、臨時休業の必要性について、感染者の状況の有無、学校内における活動の対応、接触者の多化、地域における感染拡大の状況、感染経路の明痢等について、総合的に考慮し、都道府県等の衛生部局と十分に相談の上検討していただく必要があると思います。 杉尾秀也君、はいまあ、今も説明ありましたけど、ぎりぎりの状況の中で、先ほどの議論にもありました、東京・首都封鎖という話がある中で,です、ね、なぜ今、自粛の解除なのか、根拠がよく分からないんですよ、説明していただけますか、根拠。上野副大臣 先ほどの専門家会議からのご報告もございましたが、3月19日に開かれたこの新型コロナウイルス感染症対策専門家会議で、先ほどもお話ありましたが、今後、日本のどこかの地域で爆発的に患者が急増する状況であるオーバーシュートが発生した場合には、 感染状況が拡大傾向にある地域において、一定期間、学校を休校にすることも一つの選択肢であることが示されました。国内の感染状況については、一部の地域での感染拡大が見られ、どこかの地域が発端として爆発的な感染拡大を伴う、大流行につながりかねない、先ほどもお話ししましたが、という状況にあるものの、現状 的にはです、ね、現時点では爆発的な感染拡大には進んでいないという分析も示されています。これを踏まえ、引き続き十分な警戒を行いつつ、原則としてすべての学校が再開されることとなります。その上で、その上で、同専門家会議では、春休み以降の学校において、日々の学校現場における3つの条件が同時に重なる場、 を避けるため保険管理や環境衛生を良好に保つような取り組みを進めることの重要性が指摘されております文部科学省におきましては同専門家会議のこのご提言を踏まえて総理課の指示を受け学校再開に向けての具体的な留意事項等を取りまとめた昨日ですが学 学校再開ガイドラインを作成し、えー、全国の教育委員会に発出したところでございます杉尾秀也君いや、根拠を聞いてるんですけど、やっぱりよく分からないんですよね、そもそもこれが始まったときに、まだその感染者が出てる地域っていうのは、極めて限定的だったんですよ、にもかかわらず一斉休校になったんですよ、それでみんな、えっ、ー、っていう話になったんですよね。で今度はもう ほぼです、ね、ほとんどの都道府県にまたがって感染者が出ている、濃淡はもちろんありますけどね、そういう状況の中でなぜ今、要するに今度は一斉に休校措置の解除なのか、これがわからないって言ってる文部科学省中、西村担当大臣、えー、あの私、専門家会議にも出ておりまして。 専門家のの皆さんのご意見を聞いておりましたそれであの今まさに上野副大臣から答弁したとおりですけれども、この学校への考え方と大規模イベントの考え方、私はあの明らかにこの提言の中でも違いますし、それからその後の記者会見、あの脇田の座長、を変えられましたけれども、記者会見、専門家会議の,のですの、ね、記者会見で、尾身副座長はです、ね、学童が感染のドライビングフォースになっているわけではなさそうだと。 つまり、感染源でどんどん広げているということではなさそうだと、一方です、ね、全国レベルのイベントはリスクがあるという表明をされておりまして、これ、専門家会議で明らかに考え方が違うと、2つのことについてはです、ね、大規模なイベントを自粛するということと、学校の一斉休校、で学校の一斉休校には、あの時点であれをやったことによって、国民の行動が変容し、3つの密を防ぎです、ね、避け、そうしたことによって成果があったという評価をいただいているところであります。 杉尾君、まあ、イベントと学校は違うという説明だったんですけれども、まあ今日の朝刊なんかにも出ておりますけれども、やっぱり対応が現場任せの部分がです、ね、あってです、ね、例えば、そのマスク、その会話でのマスクの使用っていうのが、昨日のガイドラインにありますけど、マスクが実際にないっていう人が結構いたりする、こういうそのマスクを調達するとか、そういう必要最低限のことっていうのは、これは国、それから都道府県でやった方がいいんじゃないですか、どうですか。 文部科学省、初等中等教育長、丸山洋次君。お答えを申し上げます。あの昨日の委員ご指摘の通知の中でも、その集団感染を防ぐために、そのいわゆる3つの条件を徹底的にです、ね、回避するための対策が不可欠であるということを踏まえまして、学校では特に換気の徹底や近距離での会話や、 発生等の際のマスクの使用、そういったことについての対応を取っていただくということをお願いをしたところであります。まあ、そのうち、その近距離での会話や発生等のです、ね、際のマスクの使用についてでございますけれども、赤、まあ、エチケットの要領でマスクを装着するなどを指導すると、してくださいということを示したところでありますが、集団のまあ感染の,そのリスクを避けるため、できるだけです、ね、そのマスクというものの装着をお願いをしますと。 いうことを合わせてお知らせをしております。あのマスクについてはあ現在非常にま需要が高まっている中でですね、えっ、ー、と供給が追いつかないということで、政府としてマスクの供給不足への対応にまあ現在取り組んでいるところですけれども、ええー、文部科学省では本日付でこのマスクについて、えー、関係の通知をですね今準備をいたしております。でその中で、えー、まあ家庭等でシェアのマスクを入手することがあなかなか困難だと。 いう場合についてです、ね、まあ、各設置者や学校に対してです、ね、えー、マスクが子どもたちにま行き渡るように、手作りマスクのま作成や使用ということについてもです、ね、えー、検討をお願いをしますということ、それからあの新年度の再開までにです、そういったマスクの準備についてもですね、 その普及に向けての取り組みをお願いしたいということでございます。まあ、この点については、家庭において十分な対応が困難であるといったことも考えられますので、地域において、子どもの育ちに関わる地域の関係者、これらを中心に、学校、家庭、地域がしっかり連携をして、手作りマスクの普及等に取り組んでいただきたいというふうにも今、考えているところでございます。 マスクの作成といったことについても、教育活動を行っていくといったことも考えられるというふうに考えております。まあ、そういった意味で、そういったマスクをです、ねえー、の準備ということをしたであで、あの新年度を迎えていくといったことについて、あの文科省としてです、ね、しっかり取り組んでいきたいといううに思っております、はい、ちょっと手作りマスク、びっくりしましたけど、鈴木は午後に杉山<や>君。 残余の質疑は午後に譲ることといたします午後1時に再開することとして休憩いたします Yes, sir.